い、そしてしげちゃんです。今回は、大惨事になって作ってそれでなったら困るので、しげちゃんは今回は撮影です。はい、ということで今回はボールを使わずにスライムを作っていこうと思います。えい、はい、えい、現在のしげちゃんの顔を、いや、先そんなんじゃなかったそんなんじゃなかった、まあいいや、はい、ということでスライム作っていくんですけども、今回のスライムはふわふわスライムを作りたいと思います。では早速作っていきたいと思います。混ぜるのはヘラです。そしたら、うわ、洗濯のりを入れます。はい、したら、出たので、後でアイロの絵の具入れます。ああ、はい、大惨事になったら困るね、みんな。なんか料理してるみたい。すげえ、なんか鉄板焼き作ってるみたい。せっかくじゃあ焼き鉄板焼きじゃん、こんなんもう前に行かないように。ちょっとこれとの机の距離を空けたいと思います。ここに着いた。まあ後で拭けばいいや。ティッシュは、ティッシュはここだ。はい、したらシェービングフォームを入れていきます。シェービングフォーム、うん、よいしょ。したら混ぜます。やっぱり2つじゃなくて1つの方が混ぜやすいので1つにします。はい、ってことでちょっと変なことになってるんですが、次はボンドを入れていきたいと思います。はい、机拭くのが大変そうですね。じゃあちょっと混ぜます。この近く一番ダメなんじゃないですかこれ。机が汚れる。はい、そしたらウォーシャーを入れて固めます。いや、ちょっと待って、アイボンの方がいいや。じゃあこれ重曹を振って混ぜて、したらウォーシャー、まあ、だいたい1箇所ぐらいに2、3滴ですかね。そしたら入れて混ぜて、お、結構固まってきた。そしたらあとはアイボンで、アイボンね、あの容器に一応これ買ってあります。アイボンとホーシャーより高いんだね。だね、しげちゃん。そうですね、結構買って、え、これやっぱりアイボンスライムって僕大好き。一番気持ちいいかもしれない。
最近放射で固めるスライムであんまり作っていない。作りの上やば。うわ、でもさ、ヘラでさ、こうやればさ、なんか綺麗に見えない。この企画またやってほしい方、ぜひコメント欄にお願いします。みんなやってほしいと思う。固まりますか。うん、もうスライムやね、これ。ほら、ほら、きれいきれい、ここ。普通に触れて汚れない。こんなさ、今汚れてるのにさ、こうやってきれいになんね、うん、すげえ。ちょっと重曹入れてるからかな。ね、そんなことないと思うんですけど。ほら、スライムで掃除できちゃうの。手につくわ、これ。でも、ほんまさ、ボールとかにさ、つかなくても手につくときあるよね。なんでなんだろう。よいしょ。皆さん、あのセリアで新作のスライムが出ましたので、ぜひセリアさん見に行ってみてください。自粛も終わったところ多いしね。アイボンはね、600円ぐらいで薬局に売ってます。これはこれ何が、いや、混ぜとけばもうつくの治るので、こねます、よく。結構気持ちいいスライム。音いい。ほらほらほら、はい、アイボンスライムやっぱり気持ちいいです。音いいし、これほら伸びる。おー、すごい。これでアイボンで全部固めてたら、明日には腐ってるんですけど、放射でも固めているので、しばらく5ヶ月ぐらい持ちます。手にくっつく？ちょっとくっつくね。じゃあこれをちょっとどうしようかな。どうしようか。ここにこう置いて、置いてて、あ、垂れてる垂れてる。ということで、今回こんな感じで終わりたいと思います。今回はこちらテーブルでボールを使わずにスライム作ってみました。ぜひこの動画が良かったら高評価、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、言った後、うん、はい、ではまた次回お会いしましょう。またね、またね。